おはようございます。田中寛治です。えっと、三日目です、えー。最後の日ですけど、今日も詩を一つ、えー、朗読します <coughs>。会いたい人に今すぐ会いたい。同じ景色の中に収まっていたい。居場所をなくしたささやかで熱い思いが幽霊のように漂ってる。 行きたいとこに今すぐ行きたい。風の強い日に雲を追いかけて行こう。出口の見えない長いトンネルを抜けたら、そこはきっと春の続きだ。季節を数えて、季節を数えて、失った日々をノートから消してく。奇跡は起こらない。 着せずして涙こぼれたとしても心は決まってる。会いたい人に会えるその日まで新しいことを恐れず飲み込んでいこう。本当の居場所を見つけた孤独の日々の中幽霊はどっかに消え去ってた。来週の日曜日待ち合わせをしよう。 物分かり良くなりたくもない。来週の日曜日、約束をしよう。心まで離れたくない。手帳を開いて未来を書き込む。失った季節の匂いを覚えてる。奇跡は起こらない。着せずして涙こぼれたとしても、心は決まってる。 えー、ありがとうございました。どぶろくのロストシーズンっていう詩を読みました。えー、また、今日という日が、寒くても、ちょっと暖かくても、ほがらかな一日をお過ごしください。僕もほがらかな一日を過ごします。それではまた、さようなら。